それで。やるの、これ。お疲れ様です。あ？お疲れ様です。聞こえますでしょうか？お疲れ様です。あら、聞こえないかな。お疲れ様です。何よ？あ、お疲れ様です。聞こえます？あ、聞こえるよ。あ、ありがとうございます。忙しいね、今。すいません、そうですよね。めちゃくちゃ忙しい合間やねん。どないしたんよ。すいません、メッセンジャーの黒田さんにラジオにゲストに出ていただきたくて、今、お忙しいですか？今、あれ、俺、チャチャ入れマンデーの合間。はい。で、ちょっと落ちたから。はい。服着替えて、日本、4時半からです。はい、15分ぐらいでもいいでしょうか？どうした？すいません、黒田さん、普通にちょっとお話しさせていただきたいなと思って。ね、どうした？いや、どうしたというか、まあ、はい、楽しくちょっと、緊張してますよ。誰が？いや、僕が、いや、黒田さんに。いや、お久しぶりです。あ、久しぶりです。はい。どうした？ディスコード登録全然わからんかったっすか？忘れててん、俺、それでマネージャーにやってもらおう。今日マネージャー来てへんねやんか。あ、そうなんですね。それで今、チャチャ入れのスタッフの人にやってんけど、もう何やねん、これ何回も、なんか名前入れたりとかずっとすなあかんやろ、なんか。そうなんですよ。すみません、申し訳ないです。これなんでこれにすんねん、普通のこの電話やったらなんであかんの？いや、もともとできる設定がちょっとわからなくて、今ちょっと試してみたらできるってなったんで、このまま、今、これも、あれ、皆さん聞いてます。みんな聞いてるで、これ。で、何、これ、何なの？これ、YouTube で。YouTube なん、これ。はい。あ、そうなん。YouTube で、50時間生配信ラジオっていうのを。50時間も誰がやれって言うてんねん、それ。いや、誰もやってないです。僕一人で勝手にやってるだけです。なんで50時間急にやろうと。いや、ちょっと何かちょっと派手なことしたいなと思いまして。ほんで、今何人聞いてくれてんのよ。今、ちょっと同説何人か分かります？分かれへんの？僕の方から今ちょっと見れないですけど、今これスタッフさんも入ってるんで、うんうん、今多分100人ぐらい。いや、100人？やとは思うんですけど、ちょっと今数字分からないです。あ、そうなんや。はい。ほんで、50時間やって何を次の仕事につなげるのよ。50時間やったら何が見えるんかなと思って、ちょっと頑張ってみたくて。何やねんそれ、お前。2日、体壊せへんのだ、50時間も。いや、ギリギリの壊すか壊さへんかぐらいのギリギリで多分大丈夫かなと思う。お前も分からないのに、それ50時間って言ったら、24時、まあ、何人計算で2日間全く寝えへんって感じやろ。そうです。いや、それやらんほうがええで、お前。いやもうこれもうでも20時間以上やってるんですよ。バイバイ。お疲れ。お疲れ。お疲れ様です。20時間以上もうやってるんです。今男性ブランコでした。ちゃちゃ入れマンデーですか？なんか中川パラダイスが、はい。なんか50時間のやつ。なんでこんなんやんの男性ブランコいつ。このこれやったから言って別に売れるわけでもないやろ別に。いやいや、これを書き。そういうこと言うとあかんぞ、男性ブランコ、そういうことは。いや、全部黒田さんの声じゃないですか。そういうこと言うとあかんって、お前。はい。チャンネル登録者数を増やしたくて、ちょっと皆様のお力を借りようと。いや、そんなことより、村本どないしてんねん。村本はまだ行ってないです。いや、でも解散すんの、お前ら。いや、解散はしないです。解散せんけど、あいつはアメリカ行ったらもうどないしようもないやん。まあ、解散はしないですけど、一人でちょっと活動して、まあ、お芝居やったりであったりとか、まあ、ちょっと暇な日は、こうやってラジオを。お芝居？お芝居やらせてもらってます。誰が？僕です。どこで？いや、まあ、いろんなところで、なんかいろんな、まあ、オファーがかかったりとか。え？お芝居。全然知らんで。パラダイス何の芝居なんかしてんの？出てんの？あ、まあ、なんて言ったらいいんですかね。まあ、国立劇場でお芝居大きいところでさせてもらったりとか。はい。誰と？まあ、ダサール石井さん、脚本演出とか。全然知らんかった。はい。何の役で？ええ役で？いや、まあ、なんか、本当にまあ、ちょろっとしたおじさんみたいな役なんですけど。あ、そうなんや。はい。あとは、なんか、主演近い感じのやつもやらせてもらったりとか。そんなんやってんの？俺、全然、パラダイス大阪来へんからさ、もう漫才やってへんからさ、全然追ってへんやんか。はい、会うこともないし、情報全く知らんのよ。はいはい、お芝居やって、あと鳥居みゆきと単独ライブやったりしてます。あ、なんかそれはヤフーニュースで見たわ。はい、なんで鳥居みゆきちゃんなん？それもお芝居で一緒になりまして。うん、気が合うて。そうです。で、年齢もほぼほぼ一緒なんで。
ちょっとネタライブやらへんって言ったら、向こうも乗り気になって一緒に単独ライブ、ネタ単独やらせてもらったんです。ほんでピンでやってんの？パラダイスのピンのネタってあんの？いや、ピンのネタはないです。それお前にむっちゃ昔にさ、はい、なんかまだ NGK の下に鶴トンタンあってさ、はい、そこでお前トークライブやるからって言って、はい、ゲストで出てくれ言われて、はい、俺、はい、出てさ、はい、俺芸歴あの当時多分20、22、3年やったと思うんだけど、はい、人生で一番滑ってんけど、あれどうしてくれんの？いや、ねえ、あの鶴トンタンでやってみんなうどん食でこっち見えへんやねん。いやいや、何のためにやってあんなの？いや、あれは、あれの積み重ねがあれ、ようやくこうやって50時間までたどり着くことができました。50時間ってお前が勝手に、勝手にやってる時誰もやってへんと、50時間も。ありがとうございます。今まだええけど、だんだんしんどなってくるって、はい、何時からやってんねん、これ。これ、昨日の夕方4時からです。いや、何の、なんか、そんなん、しんどいだけちゃうん。いや、でもね、意外と、皆さん、出ていただいて、楽しく、今、やらして、今以外一番緊張感マックスです。眠くもないの？一回、ウーエー、ヨシタカと話してるとき、一瞬落ちかけたんですけど、それ以外は大丈夫でした。なんか、でも、はい、そうか、パラダイスの喋りを聞きたいいうやつが、人が100人いてるってことやな。いや、違います。黒田さんの喋りが100人。いやいや、俺はもうだって、今日、あれやん、はい、寒暖差アレルギー出てもてさ、鼻水止まれんから。寒暖差アレルギーなんかあるんすか？鼻水がもう、温度の違いで鼻水が全然止まれんくて、はい。収録中ずっと、後ろに鼻髪置いといてさ、鼻髪ながらテレビで出て、俺。それ、実際に噛んでるとこも流れてるってことですか？いや、それはカットしてくれるんやと思うけど、はい。すこぶるお前とこうやって電話で喋るって決まってから体調が悪いけど、どんなしてくれんねん、お前。パラダイスアレルギーじゃないでしょうか。腹立つわ、喋り方。匂いがなんかもう。独特の、思い出してきた黒田さんと喋るときはこうしたらいいやっていうこと。人柄だけで生きてきた人間やからな。いや、ありがとうございますよ、本当に。黒田さん、ちょっと。今ね、今月収どれぐらいあんのよ、パラダイス。いや、今、先月、マジで、先月は3万5千とかでした。3万5千？はい。東野さん、中川パラダイスが3万5千ですって。給料今月。助けてください。いや、なんてこと言うんですか。助けてください、誰か。いや、大の大人で子供って3万5千って、ちょっとやばないですか。いや。みんなに愛されてるし、子供もたくましいから大丈夫だよ。いや、同じ吉本やったら助けてくださいよ。いや、もうめっそうもないよ。中川パラダイスは助けるわけですから。いや、愛やる吉本愛やるんじゃないですか。助けてくださいよ、本当に。あかんて、お前たまりの社長もたまりの時の東野さんはガチやから、はい、あかんて。タレント東野幸治はもうスタジオに置いてきたから。いやいやいや、ガチでそれ言われるんが一番傷つくんすよ。いや、お前声優やっとったやんかい。あ、声優ももちろん、はい、やってます。エロビデオの、いや、エロアニメの声優はまだできてないんですよ。普通のアニメの声優はできてるんですけど、でもなんかエロアニメの声優なりたいってずっと言うてたやんか。なりたいです。今でも変わらずなりたいです。あれはどっかで披露してんのかいな。いや、披露って言ったらお笑いの芸みたいに言わんといてくださいよ。いや、言うてへんやん。いや、披露というか、ないんですよ、その場が。ほな、今やってみたら、これ100人ぐらい聞いてるから、その中で例えばアニメーターの人もおるかもしれんやんか。いや、いいんすか、ちょうど。いいんですかって、はい、お前の YouTube やから、いいんちゃうの。はい、ぜひ、まあ、ぜひ聞いてもらったら、ちょっとマジで本気でやるんで、ちょっと、分かった。判断してもらっていいですか。おう、判断する。だから東野さん、ちょっと、ごめん、出ていったわ。いや、一番大事な人。いや、まあまあ、でも聞かせるのも申し訳ない。分かった。ああ、気持ちいいか。どうだ。ああ、いく。何やねん、それ。なんやねん、いや、めっちゃ今、結構良かったと思うんですけど、黒田さん。なんやねん、お前。いや、これはでも、本当に、作品を通してみたら、いいものになるなとは思うんですよ。今僕、黒田さんの頭の中に中川パラダイスがちらついてるから、
あ、それがあかんのか。そうです、そうです。はい。ちゃんとアニメを通したら多分今ので大丈夫やと思うんですよね。あ、そう。はい。あ、そうって、全然興味ない返事じゃないですか。いや、なんかやりたいことがバラバラになるし、もう役者やってるとかいうし、その。はい。いやいや、もう本当に今あれなんですよ。ゲーム配信やったり、もうその、いろんなところに手出しすぎて、どれに絞ったらいいか分からない。いや、それ一番あかんことちゃうの。だから、なんか、でもなんか、だって、正直なし、はい、その3万5千円やったら、その子供さんもおって奥さんもいらっしゃって、はい、奥さんはまあ仕事を、まあ、してはるやろうけどもさ、はい、それじゃやっぱちょっと厳しいやんか。はい、これでもあの お芝居あるあるやと思うんですけど、うん、その1ヶ月間稽古取られて、うん、その、まあ、分かるよ。 5日間だけとかのやつがこれまとめて入ってくるんですよね。いや、分かるけど芝居ってもともとやっぱりお金にならんもんやからな、はい、そうです。それは仕方ないやんか、はい、でもそれはあくまで、はい、まあ、はい、仕事としてやらなあかんわ、やらなあかんのはしゃあないけどもさ、はい、それじゃ生活できへんかったらアルバイトしてんの、ほんならお前。いや、まだです、まだです。だって家も買ったやろお前、7000何百万の、はい、あ、6000万で、これ黒田さんどう思います？今売りに出したら6000万の家が8000万円で売れるんですよ。売るべきですかね。絶対売るやろ。絶対売るなんですね。はい、絶対売るやろ。 で、その2000万でなんとかちょっともうちょっと生き延びようかなって考えてるんですけど。いや、だからまあ、6000万でもうローンまで終わってへんのやろ。はい、終わってないです。ローンなんも残ってんのよ。いやいや、まあそう、でもまだ5年も住んでないんで、もう減って5年住んでない。それそうやったっけ、はい、もうちょっと住んでんちゃうの。いや、5年も住んでないですね。ほんだらもう言うたかってまだ、はい、3年4年ぐらいと思う。まあ、5000万は残ってんちゃうの、余裕で。5000万ぐらいは、5000万以上は多分残ってる。残ってるよな。5000万ぐらい。はい。ほんで8000万で売れたとしたら、まあ2500万か。はい。2500万が、でも税金かかるんですよね。そらそや。はい。となると、じゃあ、結局 の税金の中で知れてるんちゃうか。あれ、3年以内に売ったら 30% なんかやろ、はい。3年以上ではあると思うんですよ。やろ、ほんでやったら、まあそこまでかかれへんやん。はい、ほんますか。うん、ただ打ったとかって、それは家族おるから、家族の学校のこととかもあるから、あんのんちゃう。いや、 もちろん家の近く。いや、俺本当に人生相談今してるじゃないですか、 YouTube 通して。いや、だって3万5千って聞いて、えってなって、はい、いやいや、僕もええですよ。35万かなと思ったら、まさかの3万5千やったんですから。いや、だからお前一人やったら笑い話やけどさ、はい、お子さんと奥さんおったらやっぱそういう笑い話にならんから、どうやって生活するのやろって。単純に奥さんもしてるしさ、子供さんもおったことあるから、はい、なんかどうすんねんと思う話を。そうそうっすよね。いや、まあ一応いろいろまあ動いて考えてはいるんですけど、まだまだお金がついてきてない状態です。やばいやん。やばいです。まあでも奥さん、まあなんとか。いや、奥さんは何言うてん。やばいですって言ってます。やばいたらやばいわ、そらな。はい、はい、家賃っていうか、そのローンはなんぼなんですけど。ローンは24ぐらいして。でも無理やんか、その時点でどうすんのよ。いやいや、今なそれ止まったらお前差し押さえられるで、お前。いや、そうですよね。差し押さえられる前に、まあそうですね。いや、そのまさかこんなところで自分の家のお金と向き合う瞬間が来るなんて思ってもなかったです。だって夢だけ見てても食われへんやんか。だってそんなもん。もちろんそうですよ。はい、子供の学費もいるやろ。だってはいはい、そうなんですよ。なんか考えなあかんちゃうんそれ。いや、あと、まあいろんなビジネスとかも考えてはいるんですけど。ビジネスってどんなんよ、言ってみ。それはちょっとあれなんですよ。人と組んでやるんで、まあそう言うとね、怪しいやんけってなっちゃうんで。いや、そんなことない。人と組んで やるのでええよ、全然。はい、何。いや、ただそれをね、言っちゃうと、案を盗まれるから言うなって言われてるんですよ。そんな、逆にお前、ものすごい怪しい。そんなわけないって、盗めんだね。いや、それはもう僕は分かってるんですけど、ただ、その、真似される、まだないから、そんなお店が。真似される可能性があるから、うん、誰にも言わんで、うん、個人的に黒田さんに LINE することはできるんですけど、うん、ここではちょっとまだ、言うなよって言われてる。じゃあ何系のかだけ言うてよ。まあ、麻雀系です。はい。何やそれ、麻雀系のって。はい、はい。ものすごい怪しいやないか、お前。怪しいです。いや、怪しいんや、だいぶどかなかった。いや、怪しくはないです。ちゃんと、大丈夫です。ちゃんとアミューズメント雀荘です。
何アミューズメントちゃんと。アミューズメントです。よう分からんけども、テレダさん方がええで、お前、そんな。いや、だからそれも、まあ、出したくはないなとは思いつつも、いや、でもとはいえな、その、はい、投資税ってことやろ、だからお金。まあ、半分ずつ出し合ってです。でちなみに、まあ、内容は聞けへんけど、何本ずつ言ってんの、はい、一応銀行から借り入れるとかってなったら1000ずつです。でそれはでも3万5000のやつが誰が銀行1000万貸すねん。これ去年までの年収やったらいけるんすよ。もうこれあのなお前銀行舐めたらあかんで、ね、お前ダメなんすか。銀行を舐めたらあかんて。はい、あの今じゃないで、ね、今じゃないけど、はい、キリンの川島今絶好調に売れてるやろ。はい、5年ぐらい前にちょっと番組で行くなった時に、はいはい、キリンの川島が、はい、まあそこそこもう、まあ、今ほどじゃないけどもまあ、はい、結構仕事も東京で、まあ、波乗ってきてっていうぐらい行きかけとった時に、はいはい、銀行にお金借りようと思ってん家買うのに、はいな、はい、まあ、年収も多分まあまあ想像やで、想像やけどまあ、はい、3000万以上あったはずやろ絶対。はいはい、借りられへんかったんや。ほう、え、なぜか。はい。彼はあの競馬の番組やってたやろ。はいはい。で、競馬の番組もやってるし、競馬に行こうってあれしてるやんか。はいはい、はい。競馬に、まあ趣味でもあるやんか、彼の。はいはい。で、銀行は全部口座見せろっていうね、まず全部の銀行の。はい。な。で、口座見て、はい、土曜日、日曜日に、お金絶対えらいこれ落ちてますねって言って、はい。はい、要は、その、土日にすごい競馬をやってるっていうのが分かって、はい、で銀行が通りにくかったんや、通りにくかった、はい、だからそんなお前こんなんラジオあの3万5千とか毎月この変動があるやろ、年収じゃないから、はい、変動や、はいはいはい、で後藤秀樹っていう俺同期おんねんけど、はい、分かります。それはまあそんなテレビも出てなかったし舞台もそんな出てなかったから借り入れたんや。じゃあなぜかって言ったら、はい、彼はずっと、まあ、時間があったからずっとアルバイトしとったんよ。はい。アルバイトしてて月に15万ぐらいやってんけども、はい、それは毎月15万確実に入るやんか。はいはい。そっちは通ったんよ。だから、あのね、おいらみたいな芸人は貸してくれへんのよ。あの、波があるから。これ、ただ、うん、あれなんですよね。嫁の会社みたいな感じにして、なんか会計、あ、いや、まあ、こんなこと言ってへんかな。会計士には聞いたら、うん、あのその金額は多分いけますっていう判断やったんすね。いやでもそれをやるかどうかはちょっと正直まだ迷ってるんですよ。できることならいろんなこのお笑いとかいろんなお仕事でもちろんやっていきたいんで、うんうん、あがくのはあがこうかなとは思ってるんですけど、すいません、お時間大丈夫ですか。まだ時間は大丈夫、あとで5分ぐらい。あ、すいません、ありがとうございます。助かります。それよりお前生きるか死ぬかの話になっとるやないか。いや、そうです、生きるか死ぬかです。はい、これほんならもう逆に今、はい、あのあれ聞いて、今100人以上の人聞いてくれてんのやろ。はい、今の話聞いてイエスかノーか聞いてみろって一回何をですか、ビジネスやるかやらんかですか。どうや1000万かけて。いや、これほんま本来は俺やりたくないんすよ。やりたくないというかリスクもあるわけじゃないですか。リスクめっちゃあるやんか。1000万やりたくないというか興味はあるんですけど、ただいや、こんだけお笑いでやってんのに、うん、そのビジネスやるのがちょっと、それよりお笑いでなんとかしたいのはもちろん一番それです。ただでも、ピンチなんはピンチなんで。いやいや、それピンチやんか。はい。だから、一発、大きな確認でやるか。やめとけて、お前、持ってる、5000万持ってて、1000万そういうのに使うやったら、まだ俺はかめへんと思うけど、はい、今、貯金ないんやろ。まあないです。まあ、銀行から借りるっていうのはそういうことやんか。か絶対無理やって、はい、それは。無理っていうのは勝負をするなってことですか。いや、当たり前やん、そんな。はい。いや、それはあれなんですよ、ね。路頭に迷うぞ。はい。もう路頭に、もう迷ってます。路頭ですもん。それはあかんで。だから。いや、そうなんですよね。いや、でも本当に一番いいのは、もちろんそれ。こうやって頑張ってね、まあ無駄かもわかんないですけど、まあ例えばラジオのレギュラーもらうためにちょっとなんかできたらいいなであったりとか。いや、ラジオ中だからって、ラジオはもういか俺もやってるけど、もう安いのよ、むちゃくちゃギャラが。
はい、もちろん。でもまあ、ちょっとでも1個でも何かをレギュラーを取りに行くというか。まあね、それはわかるけどさ。はい。はい、まあ、ネットニュースになれば誰かに気づいてもらえるであったりとか、まあ、動くことは、これは。あの、ちょっと記者の人にお願いしてしてもらいました。ああ、そう。反応は良かったんかいな。はい、いや、ちょっとそこまでは僕、あの、ずーっと話せるんで、ネットニュース追い切れてないんで、あれなんですけど。はい。困ったなぁ。困りました。でも、わかんないですけど、黒田さんと連絡取れてめっちゃ良かったって思いました。なんでやねん。いや、なんか、こんな話する人いてなかったんで。いや、俺だから、なんか、はい、お前、全然こっち、大阪来へんから、どないしてんやろとは思ってたけどもさ、まさかさ、はい、月収が3万5000なんか知らんからさ、そら、まあ、まあ、漫才の仕事なくなったから、そんなのお金はないやろなとは思っとったけど、はい、まさかのその、なんかを、ちょっとお芝居の隙間ポイントで、ちょっとまあ、あの、一番少ない給料を選択して言ったっていうのもあるんですけど。何やねん、それ。はい。いや、でも、あの、いや、やばいです。これが続いたら俺はもう死にます。だって、25万が絶対家賃でいいんやろ、親父にね。はい。はい。なぜやろ、はい。で、もろもろのことを書いたら、最低でも50万ぐらいいるやんか。いります。生活費とかで。はい。どうするよ。そうです。それは。やばいよ。はい。ちょっとでも、いろいろマネージャーとかといろいろ話し合って、そういう感じで今、進めていってます。だからほら、例えば本坊おってや、本坊、はい、その本坊なんてお前金ないけど一生懸命畑耕して今やそのブレイクしちゃってさ、大根とか、はい、やっぱコツコツやらなあかんって、はい、もうそんな一発当てるために1000万払うっていうのはお前ついてる時だな、まあ、私もそれはもちろん、あの、今言ったずっと前からある話なんですけど、お笑いがやりたくて僕はずっと止めてるんですよ。あ、そう、はい、それやったらよかったよ、やらんほうがええで、はい、ほんまに。そうですよね。ちょっと、そういう話もできて、ちょっと、あの、なんか、僕から電話つなげといてあれなんですけど、あの、15分から別のゲストの方がいらっしゃって。ああ、全然そっち行って。すいません。いや、ちょっとなんか、しびれました、僕。着替えなあかんねん、俺も。いや、そうですよね。本当にお時間。だから家に2本目、なんか景気悪い話して、なんか出にくいわ、俺。今から撮影なのに。じゃあ、聞いてください。パラダイス。うるさい、アホ。地獄やないかな。今、パラダイスや。インフェルノ。うるさい、アホ。いや、本当に、ありがとうございます。まあ、またちょっと困ったら電話してきて。わかりました。すぐ連絡すると思います。はい。お疲れ様です。ちょっと寝かせろ。お願いしますなら。ありがとうございました。お疲れ様です。はい。はい、失礼します。これトークできてる？これ。しびれたねー。緊張したわー。